ドジャース大谷翔平投手が53本塁打 &55 盗塁、53から55と誰も歩んだことのない道を突き進んでいる。かつてエンゼルスで監督を務めたジョー・マドン氏が大谷の外野手でのポテンシャルなどに言及し、私なら彼を保守以外ならどこでも起用する、などと述べた。2020年から2022年途中までエンゼルスを指揮したマドン氏は、 MLB ネットワークの番組 MLBNow に登場。司会のブライアン・ケニー氏から彼はもしかしたら60から60を達成するかもしれないが彼が外野を守っていたらどうなっていただろうか。この先、昌平大谷にどのくらい投手をしてほしいと思うだろうか。と質問を投げかけられた。マドン氏は、要するに、 しばらくの間我々は彼の投球を見ていないから彼の投球がどれほどダイナミックなものかについて忘れてはいけないということ。私の考えでは彼は投打療法をやり続けたいと思っているだろうと試験を述べた。さらに毎日左翼手としての出場に関するあなたの質問に答えるとすると彼は毎年球宴に選ばれるだろうし将来的に殿堂入りするような選手だろう。 もし彼が左翼や右翼を毎日守っていたら今年とまさに同じような活躍になっているだろう。外野手として打者に専念させても今季に匹敵する成績を残すと語った。マドン氏はそれでも彼は投げたい思いがあるだろうという。そしてここ1年彼の投球を我々は見ていない。だからそれがどれほどダイナミックなものかを忘れちゃダメなんだ。彼は二刀流を続ける限り、 投手としての時間を費やす必要があるため、攻撃面での貢献度が落ちるかもしれない。投手として彼が持つインパクトがそれをどう補うか。その方程式がどういう形になるか私にはわからないと伝えた。そこでケニー氏は彼はガイアを守れる。ガイアを守るところを見たことのあるのでしょうか。と問うと、マドン氏は打撃練習で並びたことがある。非常に足が速いし、 ロングストライド。彼には野球に対する生まれ持った精神的な才能というものがある。私なら彼を捕手以外ならどこでも起用するだろう。彼なら捕手以外ならどんなポジションでも守れるだろうし、野手としてボールドグラブ級の動きができるだろうと語った。今季は打者専念したことで圧倒的な成績を残しているからこそ、 元監督として東田に刀流が復活した際の打撃への影響が気になるようだ。